不況の棟梁が死んだって。ほう、あの東方腐敗がやられるとはな。やったのは大教閣の玲子さんらしいぜ。しかしどうやったんだか。玲子さん、ちょっと付き合ってもらえないか。嫌だね。ジンエイエイと関係があってもかい。ある人が国木街で待っている。どうかしたの？期待外れだった？死んでなかったのか？さあね、あなたでは私に勝て。はい！はい！はい！レイコ中よ、本気を見せなさい。言ってくれるな！いや！誰でしょうね。罠だったってこと。やられた。少しは楽しめただろう。Thank you.
そんなものは知らんぞ。さあ、どけ。貴様。後悔するがいい。お前、まさか、武闘派の。どうすんだ。お前には関係ねえだろ。クソ、エリシュ、好き勝手しやがって。あの世で兄弟に合わせてやるよ。患者不全、腕も知れてるってもんだ。てめえは。まったく手のかかる子ね。あれほど言ったでしょ、減らず口を叩かないの。このクソったれが。私、バレた。くれぐれも気をつけるのよ。どこに行っていたんだ。しょうがないな。そうだ、さっき師匠からミッションが届いたんだ。ちゃんと読んでおいてね。焦るこ、もう一度て。覚えたかい。よし、なら実践形式で教えるよ。これなら覚えやすいと思う。お見事。そうだ、師匠から君に身を守る道具を渡すように言われてたんだった。あ、なんやもう、復讐の山道はごっつ歩きにくいわ。でもことを荒立てないように。ひぃ、みんな静かにせえ、誰か来とる。オンドレ、何見てんのや。はあ、ガキが死に急ぎよって。今度こそうまくいくかいな。当然や、我らは本気やし、情報は筒抜きし。いらんこといいなや、早行こう。
正常派の下っ端ごときを見失っちゃって恥ずかしくないわけ？ほら、狼さんと追いかけっこよ。私にまで手を出すなんて、いい教育を受け、いや、話して。だいたい、ゼイエン先生はもうすごい達人じゃない。壁邪剣、あなたには関係ない。ちゅ、つまんないの。もう帰ろうっと、じゃあね。あなたみ、そこは追わなく、二度は言わない。今は英春に戻りなさい。何が気になるんだい？間違ったことは言ってないと思うけど。ちゃんと戻ってきた。に、でも、英州の四方にある四つの広間はそれぞれ、疑似、補給、尋問、技術を司っているの。疑似広間は、英州の事務と密書を司る場所。技術広間は、転生、算術や宝物を司る場所。あなたの英意昇進の儀式も、ここで執り行われ、栄誉は一番下のコウモリよ。儀式を経て初めて一人前の栄と認められるから、早く済ませなさい。まい、静粛に。これより栄誉昇進儀式を始めます。解放するとき、ここをタップすると栄誉のランクを確認できる。新球場おめでとう。ミッション任務を多く成功させ、知識と実力を蓄えるのだ。さすれ、ご苦労様。調子に乗っていると A から外されるわよ。さあ、中にいる油性官から A 州ミッションを受け取ってきなさい。もう、それはそうだ。おれ、これをやろう。ゼイエン先生からの総評も入っているから、心してみなさい。わかった、よし。なら行け。終わったみたいね。今回、安心して。我が輩と一緒に武学を練習してみるのに。さあさあさあ、早く習得した武学を選ぶのにゃ。どうにゃ、力が湧いてきたかに。これからはじ、ここをタップするとゲーム、ここで緊急退避を使用で、今はこのまま任務を続けるにゃ。なんで、てめえが山賊を占められるなら、俺は今頃氷上六千門のケーラをやってるさ。物語中に選んだ選択肢は、お宮の子、お宮の性格にそ、お宮がどんな人間になっていくか楽しみだにゃ。あのお方みたいにニャラニャきゃいいけど。
本当ですか？山賊の根城はここから登ったところにありますけど、無理はしないでくださいね。まあ俺たちの若様を見つけてくれたら信用してやってもいいぜ。はあ、一体どこで飲んでるんだか。おかわり。ここだよ、ここ。ほらこっちだって。おね、おと本当？約束は守るものにゃ。撮影機能を使って子供たちの顔を撮っておくのにゃ。重力センサーでカメラの角にゃあ、なかなかよく撮れてるじゃにゃいか。見せて見せて、指切りして。指切りげんまん、嘘ついたら針千本のます。指切った。俺の川に投げやがったのは。なんだ、あんたなら間に合うかもしれねえ。このブドウ酒を酒屋まで持っていくところだったんだが、あいにく。